第三章、巣鴨の染池は、まことにてんやわんやの騒ぎでした。主人といっても、隠居同様の染井喜三郎が、床の中で絞め殺され、その始末もつかぬうちに、明くる晩には死骸が噴出してしまったのです。銭形の親分だそうで、私は亡くなった主人の甥の福之助でございます。とんだお手数をかけます。40前後のそれは立派な男でした。染池は土地の旧家で何百年と伝わる豪族ですが、大した金持ちというわけではなく、かなりの土地を持ってその収入で手堅く暮らしているといった江戸の郊外によくある旦那氏だったのです。底辺な子でしたな。ところであっしは旅から帰ったばかりで何にも知りません。最初から詳しく話してください。年代の古びたどっしりした調度の中に、平次は今はこのうちの主人同様の福之助と相対しました。頭上のいいせいか、明日からでも大名にも大旗本にもなれそうな人品ですが、今の身分は名字帯刀を許されているだけのこと。態度も身なりも町人風の陰銀さです。おとといの晩は折やしく私は留守にいたしておりました。品川まで所用あって参り、遅くなって品川宿の島や左兵の家へ泊まり、昨日昼少し前に帰ってくると、叔父の喜三郎が2階の自分の床の上で絞め殺されているという騒ぎでした。喜三郎さんは体がよくなかったということだが。さようで、2年前からの中風で右半身が効かない上に、心持ちも昔の通りとは申されません。若い頃は本当に鬼田喜三郎だと申された豪儀の人でしたが、まだ50を越したばかりなのに、近頃はもう子供も同様で。戸や窓は開いていなかったのかな。2階の窓が開いていたそうで、2階と申しても中2階同様の至って低い2階や格子も何にもありませんから、その気にさえなれば女子供にも忍び込めます。そのおじさんを恨んでいるものはなかったかな。そんなものがあるわけもございません。中風で寝たっきりの仏様のようなおじで。そのおじさんを殺して誰が儲かるでしょう。平次はズバリと言ってのけました。向こう三軒筒抜けに聞こえそうな声です。儲かるものなんかあるわけはない。現に染池祖先の手柄について奉義のお調べが始まっている最中です。福之助は少しムッとした調子で答えました。おじさんが亡くなるや抗議のお調べもそれっきりになるわけで。いや、そんなことはございません。当主の染井喜三郎が急死すれば、その跡取りになっている甥の私が当主ということになります。すると、あなたはやはり儲かる方で。なんということだ。町方役人とは申せ、私も名字帯刀を許されている身分ですぞ。叔父が死んで儲かるとは何事。福之助はいかにも忽然としました。叔父が殺された当夜、このうちにいなかったという上等すぎるほど上等のアリバイが、この名家の末の中年男をカッとさした様子です。いや、これはとんだことを申しました。ところでお内儀は。平次は慌てて話題をそらします。第四章。私が当家の家内富と申します。後ろのからかみが開いて、青白い顔が挨拶しました。37、8の寂しく華奢な女です。ああ、ちょうどいい。銭形の親分にいろいろ申し上げるがいい。福之助は口を添えました。今までこのお内儀は襖の陰で聞いていた様子です。何にも申し上げることはございません。私はこの2日間お勝手の方にばかりおりましたので。すると喜三郎さんが死んでいるのを見つけたのは。姪の大梅でございます。ちょうど主人は品川止まりで留守、随分心配をいたしました。その大梅さんとやらはここへ呼びましょう。福之助が手をたたいて下女を呼ぶと、何やら言いつけましたと、間もなく
二人の若い娘が押し並ぶように縁側に手をつくのです。これは家内の姪のお梅、そちらは亡くなった叔父喜三郎の娘で、私にはいとこにあたるお夕と申します。平次は妙な気持ちになりました。内儀の姪のお梅というのは豊満な娘で、もう二十歳近く、少しばかり下品ですが、こしらえたような愛嬌は滴るばかり。まずは平凡なただの娘ですが、その後ろに控えたお夕というのは、これこそ非凡の娘でした。ほっそりして顔色なども沈んだ真珠色ですが、髪が多く、目が大きくて、何かこう深々とした内容的なものを感じさせます。お夕さんに聞きてえが、どうしておめえさんはこのうちに住まなかったんだ？平次はこの寂しく美しい娘に問いを向けました。父親の指図でございました。ちょうど2年前から牛込のおばさんのところに預けられて、めったにここへ帰ってくることもならなかったのでございます。忠義で体の自由でない父親が？それは何より私の悩みでございました。でも猪吉がいてくれるから、お前は心配はいらないと父は申しました。猪吉？あの方が猪吉さんで。お夕の指さした方を見ると、庭で何やら用事をしている若い男、それは桃園の者で、このうちで手代のように働いている青年だったのです。なんか私に御用で。自分の名を呼ばれて気がついたらしく、猪吉は縁側近く来て挨拶しました。色の浅黒いキリリとした青年で、この男ならお夕のために父親の看病ぐらい一手に引き受けかねないと思われる節があります。いろいろ聞きてえが、主人喜三郎さんが殺された晩、何か気のつくことはなかったか？平次は平凡なことを尋ねました。この男の受け答えを試そうというのでしょう。何にも存じません。旦那様のお手当てをして、宵のうちに自分の部屋へ引っ込んでしまいましたので。明くる日の夜、死骸の亡くなった時は一日親類方へ知らせに回り、よほど疲れたものと見えて、パンツ屋が済むとぐっすり寝込んでしまいました。すると二晩ともどこへも行かなかったわけだな？その通りでございます。亡くなった主人のことをおめえはどう思う？立派ないい方でしたが、でもご病気のせいか近頃は少し気難しくなっておりました。何か主人のことについておめえは変だと思ったことはねえか？さあ、そう言われるとご主人には妙な癖がありました。癖？あんなにお体が不自由なのに、腹巻きだけは自分で締め直し、決して私どもに背中を見せなかったことです。湯に入るときはどうする？行水をお使いになりましたが、その時でも腹巻きは巻いたっきりで、体を拭いてから新しい腹巻きと自分で取り替えられました。ずいぶん不自由そうでしたけれども。そらどういうわけかおめえにはわかるだろうと思うが。平次は突っ込んで聞きました。旦那様の背から腹へかけて帯幅ほどの彫り物があったようでございます。彫り物？唐草模様のような、文字のような、どうかしたら若い時言い交わした女の名前だったかもしれません。先代染井喜三郎の喜壁はこの帯幅の彫り物を隠すためであったと言っても差し支えはないでしょう。ご当主福之助さんもそれをご存知でしょうな。平次は福之助の取り澄ました顔を振り返りました。いや、人の噂には聞いておりますが、私はまだ見たことはありません。お内儀も？内儀のおとみは固い表情で黙ってしまいました。第五章。おやめ。主人喜三郎が殺されて、その死骸が噴出した現場、2階の部屋へ平次はわざと一人で行くと、後から八五郎がついてきます。なんだ八？あの男ですよ。あしに刑事探しを頼んだのは。福之助が一存でやったことかな。叔父の喜三郎とは仲が悪かったようですから、どうせあの男の一存でしょう。百両の褒美はどっから出す気だったんだ？さあ、
人の懐具合までは知りませんが、本人がそう言ったんだから当てのある仕事でしょうよ。親分はどうして系図のことを突っ込んでみなかったんです？八五郎はそれが歯がゆそうでした。脈を引くにはまだ早いよ。おめえは間抜けな顔をしていりゃいいんだ。間抜けな顔は地ですがね。利口そうに見えるのは付け焼き刃か。そんなことを言いながら2階へ上りました。至って質素な6畳で、屏風も花も線香まで用意してありますが、肝心の床の中は空っぽ。寒々とした不気味さを感じさせます。おめえは確かにここに死骸を置いてあるのを見たことだろうな。見ましたとも。首を絞めた細紐まで見ましたよ。夫も仰向けになっていましたが、不思議なことに結び目が首の後ろにあったようで。変なことを言うじゃねえか。締め殺された死骸は仰向けになるのは当たり前じゃねえか。平次は聞きとがめました。八五郎の言葉には妙な含みがあります。ところが当たり前じゃねえんで。なぜだい。死骸を見て猪吉が変な顔をしているから影へ引っ張っていって聞くと、叔父の喜三郎は中風になって体が悪くなってからうつむきになって枕に額を当てて眠る癖があったというんで。珍しい癖だが、体の悪い人にはねえこともあるめ。それが？それが叔父の死骸は仰向けになっているから猪吉が変な顔をしたのも無理はありません。その上首を絞めた丈夫な紐が後ろで結んである。なお変じゃありませんか？いいことを聞かせてくれた。もしそれが本当だとすると、俺は考え直さなきゃなるめ。何を考え直すんです？親分、染井喜三郎は痩せても枯れても豪志だ。武芸の心得もあったこったろうな。平次は妙な方に話を持って行きます。若い頃は武芸自慢だったそうで、50を越してもいい体をしていましたよ。それほどの男が少々体が不自由でも腹帯も自分で締め直せるというのに、女子供にやすやすと締め殺されるはずはねえ。へえ、俺は間違いもなく下手人は大の男だと思ったよ。ところがうつむきになって眠っているところを締められたと分かると話が違ってくる。うつむきになっていると手足をもがきようもなく枕に死体を押し付けたまま殺されるわけだ。下手人は片膝を働かせながらやるから、ずいぶん女子供にもできねえことはねえ。喜三郎は中風でそれを跳ね返す力もなかったこったろう。その上締めた細紐を後ろ首で結んであったというのは何よりの証拠じゃねえか。品川の島屋などへ行って染井福之助がその晩泊まったかどうか調べるまでもあるめえよ。すると親分、待ってくれ。慌てちゃいけねえ。まだ下手人は分かったわけじゃねえ。じゃあこれから何をやらかしゃいいんで？主人の死骸がどこへ消えたか、それを探し出すんだ。それから死骸が紛失した時、福之助はみんなの前から姿を隠さなかったか。なるほどね。はしご段の下には20〜30の目ん玉がある。死骸は宙に消えるわけはねえから、窓から持ち出したにちげやるめ。縁の下を三遍も這い回ってプリプリした野郎は誰だっけ？するとここから？バカだな。窓の内をキョロキョロ見回したところで今頃何があるもんか。外へ出ろ。ええ。八五郎は窓から狭い霧よけへ出て外へポイッと飛び降りました。